ーの忘れない年だった僕がいたー。ピース。はい、オッケー。はい。さすがにもう完全振られまくってるじゃん。振り回されまくってるから、はい、一回そこガンっつって。はい。あずさ、あずさ、ちょっと待ってって。ちゃんと説明してよ。ああ。じゃあなんで来たんだよ。ずっと閉めてて、閉めて、もうずっとここ脇閉めて、どっちにしろ最終的に枠から当たれば、でもバッティングセンター行こうってそうなっちゃう。でもバッティングセンター行って当たる球80球と、何十回に1回ぐらい、その何十回待とうか。もう一回投げてみる。あ、いけるね。よし、オッケー、素晴らしい。いいね。おいいね。ほらほら、当たり当たりよ。もう一歩じゃあ下がる。そっちに。そうそう、それに。軍手してやってたんですけど、ちょっとやっただけで、ここが痛い。痛みに弱いから。いや、本当にね。これ、撮影終わらないですよ。あれ、まだ打たないかな、まだ打たないかなってなりそうですけど、なんとか奇跡が起きることを祈ってやるしかないんです。頑張らなきゃね。26に迷惑かけちゃう、これマジで。頑張ります。お疲れ様でした。青山隆役の村上虹郎さんです。よろしくお願いします。救急だよ。で、オリビア役の早見明さんです。よろしくお願いします。練習して当たったのが数球、25球を4回ぐらいやって、多分当たったの3回ぐらい、いや3回4回くらいだったから、なんか練習の成果も何もみたいな。ね、難しいっす、バッティング、ね、頑張ります。初っ端から落ち込むわ。はい、もうちょっと笑える。たかしくんちょっと硬いね。こっち向けないよ。っち向けカメラ向け、近い近い。お、どうしたのこれ。2日目にして、これ初日やったんだけど、初日にね、チコイだったな。うわ、やべえじゃん。ダブル。どうよ。大事な失敗だね。はいよーい。はい。たかし、ちゃんと紹介してよ。ここにいる女子みんな
3年 B 組なんだ。あなたのこと知らないし、誰？あなた誰なの？あずさ？おい、あずさ！はい、あずさ。あずさ。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、どうも。ね、私、川に入りたいの。入って足これじゃなくてクロックス、あ、冷たい。え、これずっとさ入ってたら絶対冷たいじゃん。スタッフさん入ってたけど、ずっとここ最初やばー、気持ちいい。飲み物冷えますね。もうは自分の方からもうこう避けようとして電車こう倒しちゃって、自分で避けようとしてブレーキしてなんか、まあ、とりあえずあ近くにあったからとりあえず拾ったんだ。拾ってて、すごい、とんでもないこと。何の選手なんだろうね。わからない。はい、オーケー牧場。オーケー牧場。古いな。はい、では回してください。本番回りました。はい、せーの。拾うのはそんなところじゃないよ。そうだな、じゃあ今でいいか。今でよくて、渡すときに、あ、これってそこに詰まる。本当に。チーズ。よし。お疲れ様です。楽しかったけど疲れた。若干子供の元気が最初からうわー急降下してる。もうそんなこと言わないで、そんなこうしないでって思わせたい。あ、本番に行こう。どいた、光いらない、光いらないって。昨日は14時間寝たんですよ。すごいな。そしたら朝目が覚めて、あ、明るい、やばい、これ絶対遅刻だと思って時計を見たら10分前で、集合10分前で、奇跡的にアラームなしで起きたんですよ。はい。どこで笑ってんだろう。トガキだっけ、バッケじゃん。トガキばっかりも。はい、もう。確かに。
あ、割れない。ぴょんぴょん。お、ここに。触れに入った、目に入った。でも触れると大変なことになるので気をつけてね。めっちゃ触れてますけど。めっちゃ。ハモランチャーだ。めっちゃ触れてます。大丈夫大丈夫。嘘だから。前。逆逆あっち。風が消えた。ありがとう。ありがとう。ボロー。オッケー。はい。じゃあカット2の高橋いきます。とか見ないから出来上がりでやっぱダメだったっていうのは自分の中で思うかもしれない。ちょっとピース、皆さんピースいただいてもいいです。正しくもピースしても大丈夫です。トークしたなんか一言、はい、イエーイ。トークなんか言え、トークなんか言え。神戸大って神戸大、神戸地区、神戸大入学つまんねえ笑えない、もう笑えないよね。はい、ありがとうございます。結果オーラよーい、はい、はーい、お肉焼けたわよ。いただきます。ちょっと待って、肉取りすぎ、取りすぎ。あずさの分もあるじゃん。肉食系女子よ、もやしっこうるさい、そこ。父さん、うるさい。父さん、ちょっと飲みすぎよ。ちょっと飲みすぎよ。やばくない？終わりそう。もうたまに美味しいよな。なんか、しょっぱい。じゃあ、あずささんとひよみさんは食材でございます。取られてる。このかけるのやろ。取られてる。これ美味しいですね、カップの、うん、食べ過ぎだし、もう一人で夜ご飯、夜ご飯ごちそうさまでした。やっとこそですよ。うまい。そうか、たかし、そんなに今落ち込んでるのか。本当は半年ぐらい暗かったんだ、私がいなくて、なんか喪失感というか、忘れてんだろう。禁煙やめちゃったんですか、やめちゃったんですか、お姉ちゃん、みたいな。やってる。あずさちゃん、かわいいなぁ。ぜひね、たかしの嫁さんになってください。だってこんな可愛い妹ができる。妹できる、ね、ちょっと暴れん坊だけど、さっきじゃん、ね、ちょっとお姉ちゃん、ほらほらほら、おい、俺も父さん、父さんは言わないの。
さんはいいだよ。そうだよ。お父さん花火やってる。3姉妹なんだから。高橋。撮ります。はい、チーズパチビデオにして、ビデオ、はい、ビデオになってます。明かりの代わりにスタンドイン光くん絶対おかしいって、斬新すぎるもん色味は一緒です。一緒だね。98だから、あのプレゼント渡すとこ。ハッピーバースデー。あったー、これ。イエーイ、ハッピーバースデー。ありがとう。ハッピーバースデー。そんな言い方するの？イエーイ、ハッピーバースデー。日露だね。嬉しい、幸せ。言わない、俺、イエーイって言わない。ね、見て。あ、もう全然ダメだわ。全然覚えられない。どうしよう。嬉しい。あ、嬉しい。なんか、嬉しい。覚えてたんですけど、嬉しい。忘れちゃった。まあ、それはね、自然な方がいいからね。ほやしゃー。パターンいくつもらった方がいいね。はい。うん、もちろん。なんか変えます？別に、いや、変えなくて大丈夫。まあ、さ、うーん。同じようにならないですか？いい。同じようにならないので、はい、違うパターンもらっていい。うん、変わってもいいし。もしもよくなる、大丈夫。はい。あつさ。あつさ。1日ですもん、お祓い。怖い。すごい。まさかこんなに双子感が出るとは思わない。もう家族同然ですよ。家族だから。すごいね。弟だから。兄弟じゃなくて、双子の。考えてること分かる？分かる。っていうか、考えてることが分かるっていうよりはもう同じ？基本は。男女の違いはあるけれど。奇跡の共演ってのじゃ間違いじゃないだね。生まれた体重が、生まれた時の体重が確かに、なんとなく、そういえば生まれた時の体重はって聞いたんですよ。そしたら私が 2828g でって言ったら、マジ面白くて、え、笑い始めて、マジ面白いと思って、俺2888なんですよ。男女の差 60g 大したことじゃないけど面白い。2888と2828、60g の差だけ。メイキング使いどころ。すごいね。運命感じちゃう。これは本当に。じゃあ本番お願いします。はい、本番。なしなさい。本番。まあ、さあ最初に見つけるところから勝負だよ。しっかり聞いてね、アズさんの成功しっかり聞いて。いくよ。本番。本番。シリボルト。どうぞ。はい、よーい。はい。はい、開始。今のは
はい、ありがとう。ありがとう。はい、オッケー。オッケー。お疲れ様。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、はい、高橋役、村上二郎さん、全編によろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、すごい、若干みんなが見にくいっていうこの柱がね、皆さん、過酷な撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、始まれば終わるんだなっていうのを本当に実感したんですけど、すごく短い期間で8月の1日にお祓いで初めて虹郎に会ってからまだ全然経ってないっていうのがびっくりするぐらい駆け抜けた気がするんですけど、すごく楽しくもあり悩み最後の最後までちゃんと演じられたか正直今分かってないんですけど、でもいいものができてたらなって思ってます。私たちは精一杯演じたので、あとは監督にお任せしたいと思います。またこの映画をこう見てもらう時に、なんだろう、宣伝活動頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ほとんど売っちゃったじゃん。ほとんど売っちゃったじゃん。で、1日は長いけど2週間はあっという間でしたね。はい、面白い深い弾丸です。行かないっすね。行かないっすね。ちょっと行きたいな。僕の撮影に、付き合わせて申し訳ありません。そして大変感謝感動しております。ありがとうございました。もう感無量です。はい、ありがとうございました。